P ちゃんは普段プロストックでスタッフとして働いています。しかし深夜0時を過ぎると魔導士 P ちゃんとして星占いもしているんです。2021年12月13日から12月19日までの1週間の占いです。いよいよ本気でクリスマスです。しかし忙しくてまだクリスマスプレゼントを手配してなかったという方のために、今週のテーマは今からでも間に合う、愛する人をとろけさせるクリスマスプレゼント特集です。星の数の多い星座の人ほどラッキー、星が一つの人はちょっと残念。今週牡牛座の方が好調です。牡牛座の方のラッキーな数字は8です。今週の星2つの双子座の方には、発光の電池式ハンダコテ、コードレスタイプ FX901-01 をおすすめします。電池でとろけます。今週の特集って何なの？とろけているのはハンダじゃない。意外と小さいけど高出力なんだよ。主配線版の端子ぐらい楽勝なんだ。あら詳しいのね。でも小出力だからあまり大きな端子はダメよ。そうか、基板で使ってみるかな。今週のミニ天文情報、双子座流星群の活動は12月14日頃に双子座流星群の活動極大を迎えます。12月13日の夜から14日の明け方にかけて、さらに14日夜から15日明け方にかけての2夜にわたり多くの流星を見ることができるでしょう。いて座の方は絶好調です。今週のラッキーな数字は7です。星2つの水亀座の方にはブラータチーズをおすすめします。ワインと一緒にいかがでしょう。美味しそうだね。あら大変、来週はクリスマスよ。どこも売り切れね。大丈夫、花まさにまだあったよ。花まさへ急げ。ちょっと残念な、サソリ座の方にはマグロをおすすめします。大トロもいいけど中トロもいいな。豊洲の美味しいマグロを食べて明日は超元気。豊洲まで行くのかい、面倒だね。大丈夫、豊洲で長年プロ品質のマグロを販売しているめぐみ水産のオンラインストアで一般のご家庭でも美味しいマグロのご購入が可能です。中トロも大トロもまだ間に合います。急げ。なんていうオンラインストアなんだい。うちよりめぐみ水産公式オンラインストア、うちより .net。ICHIYORI.NET で、いちより .net だね。覚えたよ。開運ラッキーアイテムは金属ケースです。特に何のケースでも構いません。金属製ならクッキーの缶でも、宝石箱でも、じっと3分見つめて運気改善です。適当なものがないね。あら、それならプロストックでパナのアウトレットボックスを買いましょう。了解、アエンメッキのやつだね。なあっている。ナレーションはカタキンとペンペンペケゾーでした。おまけその1、年末年始営業時間のお知らせです。12月29日水曜日は全店が通常営業、12月30日木曜日は全店9時から17時までの短縮営業、大晦日12月31日金曜日は仙台中野店、太田店、埼玉上尾店、浅香店、足立鹿浜店、府中店、本厚木店、横浜中山店、千葉市川店は9時から17時までの短縮営業、それ以外の店舗は休業となります。はい、ここで明けましておめでとうございます。1月1日と2日は全店舗休業です。1月3日月曜日は仙台北店、
太田店、川越店、足立鹿浜店、東久留米店、相模原店、藤沢店、千葉市川店は9時から17時までの短縮営業。その他の店舗は休業です。そして、1月4日からは朝6時から夜10時までの通常営業です。来年もよろしくお願い申し上げます。プロストック全店舗は2022年もあなたを全力で応援します。おまけその2。ラッキーだった人も、そうでなかった人も、最後にもう一チャンス。一緒にじゃんけんしてね。じゃんけんに勝って、ちょっとラッキーゲット。ピーちゃん、じゃんけんだよ。じゃん、けん、ポン、チョキ。また来週。今週のペンペンペケゾー情報。今週のペケゾー情報は、ホームページの話題です。あなたの会社にホームページはありますか？まだないという方、あるけど長いこと更新していないし、SEO 対策もしたことがないという方などもいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方にアドバイス！リニューアルしてみませんか？リニューアルなんて費用もかかるしな。なんて心配は不要です。自分で作ってみてはいかがでしょうか？Wix やロリポップなどのサービスを使うと、ドラッグ&ドロップするだけで、ホームページを作ることが可能です。レンタルサーバーやドメインの費用も含めても、年間2、3万円程度です。でもデザインしたり、レイアウトしたり、大変じゃないかなぁ、といった心配も不要です。私たちのオフィシャルサイト、prostock-ch.com も実は、プロストックのスタッフが制作しているものです。まずは、Wix やロリポップなどのサービスを検索してみましょう。Wix やロリポップのオフィシャルサイト以外にも使い方や実例などがたくさん出てきます。ちょっと年末に勉強してみてはいかがでしょうか。2022年はあなたの会社がネットワーク上でも繁栄しますように。今週のペケゾー情報でした。